こんにちは、岐阜市長の細江重光です。岐阜市は豊かな自然と歴史に恵まれた魅力あふれる町です。1300年を超える伝統がある長良川鵜飼は漆黒の長良川を舞台に幽玄の世界に誘ってくれます。また河原町界隈を歩くと格子造りの町並みが風情をかきたててくれます。良質な和紙や竹を使った提灯、和傘、うちわなど伝統工芸品の生産も行われています。金華山や岐阜城は国の史跡に指定されております。織田信長公が足掛け10年にわたって天下統一の拠点としたところです。日本の温泉100選にも選ばれた長良川温泉、ここでは心も体も温め癒してくれます。岐阜市は人と人の絆を大切にし、心の豊かさを実感できる人間主義都市を目指しています。人間主義都市岐阜市では人への投資を最優先に考えています。その一つ目が教育です。岐阜市では教育に最も力を入れています。理科教育、英語教育、 ICT 情報教育、また起業家教育、さらにはコミュニティスクールなどを通して子どもたちの健全育成に努めています。子どもたちの能力を磨き高め、生きる力を育み、未来に輝く子どもたちを育てています。2番目としては、岐阜市では安心して子育てできる町を目指しています。保育所や保育園の待機児童はゼロを実現しています。また子どもの医療費は中学校卒業まで無料を実現しています。その3は、健康で幸せになれる町づくりです。歩きとバスを中心とした公共交通で暮らすだけで健康になれる街を作ろうと思っています。それがスマートウェルネス岐阜であります。岐阜市では岐阜市民病院など医療機関も充実しております。東海地区でナンバーワンの医療環境が自慢です。私たち岐阜市は豊かな自然と歴史を大切にしながら絶えず進化を続けています。ぜひ岐阜市にお越しください。そして岐阜市の魅力を見て、聞いて、触れて、ぜひ体感してください。